畜産動物について発表します。ガチョウについてです。ガチョウはフォアグラを出荷するために使用されています。フォアグラはガチョウの肝臓、レバーです。フォアグラは赤い色が健康的なレバーで、白や黄色、茶色の色のフォアグラは脂肪肝といわれる不健康なレバーです。出荷できる状態になるまで動物虐待にあたる行動をされている（ガバージュ、強制給餌）ガチョウに限らず、動物は定量を食べたら満足してしまうのです。それだけでは足りないので、口を強制的に開けて無理やり餌を食べさせます。次は養豚についてです。豚のイメージはどんなですか？とても可愛いイメージがあると思いますが、養豚と言われる豚は私たち人間が食料として食べるために育てられています。豚がどう育てられているか想像できますか？皆さんは多分広い土地でのびのびと育てられているイメージが浮かんできたと思います。ですが養豚は狭いケージの中に入れられて育っています。そして豚には人間にうつらない病気があります。それはトンコレラと言います。トンコレラは豚の中で急速な速さで広まるため、一頭でも出た場所は元気な豚でも殺されてしまいます。かわいそうだと思っても人間が生きていく上で大切な存在だということを忘れないでください。次は鶏についてお話しします。養鶏場ではバトルケージと呼ばれるノート1冊分の大きさのケージに1羽ずつ入り使用されています。トサカが折れるほどの天井の狭さ、羽繕いもまともにできません。さらに隣同士の鶏とつつき合って怪我をしないようにとくちばしを切ってしまいます。採卵鶏では一生に排卵できる数が決まっています。産めなくなった鶏は処分されてしまいます。今は昔と比べて鶏の数が増え、小規模な養鶏場でも300〜400羽、大規模だと1万羽を超えます。そんな大量の鳥がいる中、1羽でも鳥インフルエンザなどの感染症が見つかれば全て殺処分されます。病気の対策として窓をなくす方法がありますが、その方法は鳥にストレスがかかってしまいます。値段が安いため大量生産が必要です。そのためには多頭飼育をしなければ生産が追いつかないのも事実です。次に牛についてです。まず牛の種類は2種類あります。乳牛と肉牛に分けられていて、乳牛は牛乳を出してくれる牛のことです。肉牛は肉になる牛のことです。まず乳牛について説明します。現在日本に約150万頭の乳牛がいます。日本は狭く一握りしか外に出ることができない状態のため、ほとんどの乳牛は1頭あたり畳1枚分ぐらいの生活範囲しかありません。そしてタンパク質の牛乳を作るにはトウモロコシや大豆などのカロリーの高いものを配合飼料として与えます。そうすると牛の消化システムを壊してしまい、乳房炎という病気が起きやすくなってしまいます。しかし乳牛の牛たちは病気になる可能性もあるにもかかわらず、人間のために牛乳を出してくれているということがわかります。次は肉牛についてです。現在日本に約255万頭の肉牛がいます。乳牛と同じように一握りしか外に出ることができず、畳生活範囲は畳1枚分くらいです。美味しい肉を作るには牛を太らさなければいけません。太らせるためには配合飼料が必要になってきます。配合飼料は現在ほとんどアメリカから輸入している状態です。肉牛は配合飼料を与えられ続けると糖尿病になる可能性が出てきます。美味しい牛乳や肉を作るために牛たちは病気になる可能性がありながらも、人間のために食肉や牛乳を出してくれることを感謝していくべきだと思います。最後まとめとして、畜産とは、畜産とは私たち人間がご飯を食べるために必要な食料、そして栄養素として体の中で働いてくれています。
畜産動物がいてくれなければ人間は生きていけないということを自覚してほしいと思います。最後に畜産動物の話をして思ったことは、豚や他の養殖されている動物は私たち人間のために殺されています。かわいそうだと思いますが、食べ物には感謝して食べましょう。ご飯の時普通に言っているいただきます、ごちそうさまには意味があります。いただきますの意味には2つあり、1つ目は食事に携わってくれた方々への感謝です。2つ目は食材への感謝です。ごちそうさまの意味は、大変な思いをして食事の準備をしてくれた方への感謝です。いただきます、ごちそうさまの意味にはこんな意味が含まれています。食事をする前、あとは感謝の気持ちを込めてみましょう。世界にはご飯を食べれない国があります。この実態を言ってどう思うか分かりませんが、日本は食べ物に恵まれていると思います。ご飯を食べれることに当たり前とは思わず感謝をしてください。人は感謝ができる当たり前だと思っていたら感謝はできません。なので食べ物があることに感謝するべきだと我々大事だと思っています。